斉藤さん、かわいい、ありがとう。ハッピー、いってきます。いってらっしゃい、いってらっしゃい、おはよう。リゾンファイト、ありがとう。嬉しい。おはようございます。しんちゃんさん、ミシルのハートありがとう。うん、安心する。ほんと？今日は昨日より寝起きがすごいかもね。いや、こっちの目が開いてないんや。こっちの目は開いてんだけど。おはよう。ああ、声らしい。はい、昨日初めてね、サプライズでちょっと生出演させていただいたんですけれども、来週のね来週からのピッコイラジの、はい、新メンバーとして加わります。よろしくお願いいたします。ありがとう、頑張ります。昨日ね、ツイッターとかでね、すごいノーピーって書いてた。最近ノーピーって調べるとさ、なんかノーピーの名前に憧れてるのかさ、めっちゃ出てこない、いろんなアカウントが。探しにくくなってるよ、ツイッターとか。頑張ります。おはよう、慎吾さん、ファイトありがとう。ファイトイパーツ、何のネタだっけこれ。うん、まだね、食べれてない。
なりたいさん、かわいい、ありがとう。嬉しい。ブラボー、たくさんありがとう、めでたいさん。月曜日はね、もっともっとこれからマーピーが出演するので楽しくなりそうです。おお、ちょっとね、ラジオとか昨日もうまく喋れなかったけど、言葉でさ伝えるのがね、言葉だけで伝えるのちょっと苦手なので、どうしてもね擬音語とかジェスチャーとかそういうのが多かったりするから、ラジオってさ声だけじゃん。だけどさ、その声だけで伝えるっていうのを頑張ろうなって思います。結構テンパる。いつもねラジオって私テンパっちゃうんですよ。が喋るんだけど難しくて、そう、あやこさんすごくお綺麗でした。ね、やっぱ実際会うとすごくねスタイルが良くて綺麗でした。でお写真も撮らせていただきました。一緒に昨日ね載せていただいたんですけど日本語おかしいか、つけおかしくなってアピポーズもねしてくださって、しかもねすごくね優しくて、恋ラジ、はい、一緒に頑張っていこうと思います。頑張る。いやー頑張る。とりあえずなんか、うがいしてるよ。もちろん。嬉しい。今ねちょっとだけオイル塗ったから余計。ラジオ自体もね初めてじゃないんですよ。でも恋ラジのラジオに出演するのは初めてなんですよ。
なので初めて会う方とかもいらっしゃってすごく緊張しました。そう、何人で出たかっていうと、ちりめんパーティーで2回と NHK はそうですね、初めてかな。まあなんかオーディションの頃に、はい、ゴッチでね出演させていただきました。でゴッチでこの間ねちょっとまた見つけたんですけど、山本和馬さんのゴッチ配っていらっしゃって、たまたま見かけていただきました。はい、これでね、アズミンと私でちょっとねバトルみたいなので出演させていただきました。あーねー、ラジオって難しいですね。ありがとう九州チューム安藤さん、ありがとうだるまさん、ハートもありがとう。そう、声ラジは生放送なのでとね、私ね、結構緊張する。生放送ってさ、またまたさ結構緊張するよね。おはよう。そうですね、月曜日のねスポーツメインのね日の、はい、のあぴちゃんです。うん、お腹グーってなった。なるさん、おはようございます。ナーピです、よろしくお願いします。13歳です、中学2年生です。こちゃん、ホロボトポチッとよろしくお願いします。今日の朝とても美しいです。 Thank you。 確かにね、ショールームも生放送だね。ショールームも生放送だね、そういえば。でも やっぱねちょっとね違うんだよね、ラジオとショールーム。ショールームでやっぱ緊張するところもある。でもね、ナーピが緊張するなんて珍しいってね、ツイート見かけたんよ。ね、そしたらね、私ね、確かになんか私いつも緊張しないって言ってたりさ、あとあんま緊張しなかったとかさ言ってるじゃん。今回めっちゃ緊張したんですよ。そう、もちろんね、私もね緊張することあるから、確かに今まで、ね、なんかもうガチガチになってたの。すごい私ガチガチだったんよ。ありがとう。そうだから私カミカミでさ、もうなんかカミカミでもうなんかね、すごいね、もうね、あーしちゃってて、なんかずっちね、内心ね、もうね、めちゃくちゃね、あーってしちゃってて、そう、いや本当にそのぐらいね、気絶しちゃいそうなくらいね緊張してて、なんか珍しいって言われるんだけど。
そうね。時間制限もあったりするからね。学んでいきます。なれるかね。なんかね、多分ね、私、じゃあ、自己紹介のとことかは、喉かね、まだやられてるので、もうこういう声なんだけど。じゃあ、なるべくさ、喉をさ、こういう状態にしてから、ちょっと声を高めにさ、ラジオでさ、言うじゃん。そしたらね、それでは皆さん、お手を拝借。3文字分のリズムです。いいよーって言った時に、ちょっとひっくり返り気味になっちゃって。あーってなったけど。ピピピピピピ。シャキ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 。イエーイ。ありがとうございます。ST48 2.5 研究生のモロクズのナッピー13歳です。よろしくお願いします。言ったんだけど、なんかね、顔がね、固まってたと思う。そう、昨日はパセリさんと、そう、一緒だったので、パセリさんのね、キャッチフレーズちょっとね、一フレーズはい、お前させていただきました。そう、食わず嫌いはいけません。シティフォーチャート2期生のお酒セリカですって、おっしゃってましたので、ナピは、じゃあ飲まず嫌いはいけませんということで、青汁嫌いはいけませんって言ったんですよ。そう、なので青汁嫌いはいけませんで、ST48 2.5 研究生のアラクズのアピン中総裁です。よろしくお願いしますみたいな。確かに。あ、キャッチっていうね。確かにね、一人だね。キャッチキャッチ、ここでキャッチ、あなたからタッチ。キャッチじゃなくてタッチよ、これは。タッチタッチ、ここでタッチ、あなたから。青汁はね、まろやか豆乳ミックスめっちゃ美味しいですよ。なんか、そう、まろやか豆乳ミックスっていう青汁本当に美味しくて、ね、すっきりまろやかっていうやつもすごく美味しいんですよ。で、青汁だけで書いてあるやつはちょっとまだ苦かったりとか、そういうのがあるかもしれないけど、マロヤカ豆乳ミックスとかは本当にあれなんですよ、抹茶ラテみたいな感じで美味しく青汁がいただけるので、皆さんもぜひ飲んでみてください。体にね、健康にもいいし。近くさんいってらっしゃい。野菜ジュース飲めないかも。マジ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 。トマトジュース、トマトジュースね、トマトジュースあんま飲んだことないかもしれない私。さなまるママさん、ありがとうございます。アイジルのこのままそのまま飲んでやったぜ。ワイルドだろう、ワイルドだね。飲めない、瀬戸茶でね。あー、そ
そうだね、先輩方がいらっしゃるから瀬戸チャレより声ラジの方が緊張するかもしれん。やさうわうわうわうしせたすイエイエイデレレ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 レデレレレレデレレレやさうわうわうわうシスダンスイエイイエイ。わリコちゃんのよかったる、リコちゃんのさゴールデンのさあのゴールデンだるま祭り1位を取っていらっしゃったじゃないですか。あれでね、そう金の延べ棒を私いただいたんですよ。そう金の延べ棒をいただいて、しかもねそこにね、お母さんどこやったか、向こうにある、その今度また紹介する、そこにあるんだけど、そうサインもいただいて、金の延べ棒のはいもらいました。リコシさんのお金持ちになった気分です。金の延べ棒ってさ一個あるだけでさあそこにあるって、大丈夫大丈夫。そうなんか結構さお金持ちになれる気分だよね。まだ使用してない未使用の金の延べ棒ですよ。うん、延べ棒のおかげで、あー、プライベートジェットで乗り換えかな。そうだね、そう幸運を呼びそうだよねと思って。何でもらえたの？うんとね、たまたまお話し会に行くときにバスが一緒で、そう行くとき同じのね、はい同じだったので、そのときにいただきました。金の延べ棒ではないけど金の延べ棒ですね。金キラキンキラキラしてる。うん、 1g すごい。バスの中わいわいかやかに楽しいですよね。リコシさんのルームでアバターがねいただけるので、私もね期間が過ぎちゃう前にもらいに行きましょうかね。すごいなんかかっこいいね、リコシさんのアバター。ラピアキング似合いそう、嬉しいわ。くれたの、ナピです、よろしくお願いします。13歳です、中学2年生です。こちらフォローボタン皆さんポチッとよろしくお願いします。うん、なんかねすごく大きいよねこのアバターね、のなんかこの中にドーンとある。ああありがとう。
そう、リコシさんにいただいて、しかもね、サイン入りなんですよ。おー、もうね、すごいよ。ゴールドティッシュペーパーって書いてある。もうね、キンキラキンすぎて、もうやばいね、これは。キラ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 キンキラキン、キンキラキン、スクショを撮らせない。リコシさんのサインのところはスクショを撮らせないぞ。キラキン、キンキラキンの延べ棒です。そう、ノアピエって書いてあって、しかもリコッチって書いてある。すごい、なんかあの鼻の下伸ばしてるおじさんみたいな感じになってた。のんぴおじさん的な感じだったよ今。やばいやばい、待って待って待って、お抜け出せなくなってる。ホリシアさん受ける。そうそうそう、エスクショできちゃってた。ゴールドだね、この中にチョコ入ってるから。なんかね、何かが入ってる音がするよ。ほら、紙の音かな。紙ってさ、もうちょっとさ、プチ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 って言うじゃん。じゃけん、ちょっと柔らかそうな紙とか。まだね、開けませんよ、ノアピは。多分忘れた頃に開けちゃうかもしれない。だからしばらくは多分開かないと思います。髪も金色らしいよ。ほんまに？私髪ってね、水色っぽいイメージがあるんですよ、私。だから空に紛れてそうだなってイメージがあるんですよ。だるまのさ、そう、アバターがあるじゃん。まださ、目が真っ白じゃん。昇格したらさ、だるま一つさ、目がさ、書かれるじゃん。だからその時に、昇格した時に開けるかもしれません。めちゃくちゃ長そう。なんか昇格した時にペリって開けてティッシュを使いそうですね。あとまた選抜入りした時とか、ね、一つ夢が叶った時けるかもしれません。髪が水色って初めて聞いた。本当に水色と白のイメージがあるから本当に空だなと思ってるんだけど、初めて聞いた。マジか。なんか水色で描かれてそうなイメージがあるかったけど、金の髪だったらいいね。確かに金の髪、金キラキンだね。うん、でうるさいうるさい。いや、自分でやって自分で受けてるし。うん、ごめんごめん。あ、イモピがね、勝手に開ける、あのちょっと危険性もあるけどね。いや、なんかね、そう、一人でね、ちょっとね、踊ってる意味してね、自分で受けてた。金髪に染めますか。すごいね、私チャラくなっちゃう。イエーほら、ヨー
キンキラキンのき何延べ棒よ開けてよ、さっさとティッシュ使おうぜ。何なのこれ、やばいやばい。リコシさんにやもらったな、金の延べ棒使っちゃおう。ちょっとよくわからないな、このラッパーのリズム。ラッパーってラッパーは不幸になっちゃうな。ラップってさ難しくない？テン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 みたいな感じでさ言うじゃん。難しいよね。うん、ファンはもらえねえ、俺はもらえる特別特権メンバーだぜ。特別特権だね。あ、昔吹いてたんだ。ラッパーを吹いてみたいよね、私。ラッパー、パッパラパー、テッ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 テラーとか吹いてみたい。いや、なんか、こうさ、よくさ、そういうのでさ、出てきたりするじゃん、いろいろと。みたいな感じ。サックスね、サックスもね、私金管楽器は吹いたことないので、そう、金管楽器やってみたい。フルートとかサックスとかね、なんかフルートって難しそうだよね、あれ。でもなんかあのね、息を吹いたらあのフルートで音鳴るらしいんですけど、そう、あとね、あれ、あのなんかフルートに似た昔のあのなんかなんだっけ、あれ、私ね、あれは難しかった。木でできた歌舞伎とかでの後ろとかで、よーくくくんとかって、あ、フルート木管楽器、あらピシン、金管楽器じゃなかった、木管じゃないよ、木管、うん、木管楽器だって、やばいやばい、間違えてました。うん、バイオリンとね、話の水泳になりました。話の水泳じゃないわ。水泳の話になりました。はい、なりましたね。サックスも木管か、金管じゃないわ。もうダメダメだね、私。ちょっと そちらの知識がちょっと疎いですね。あ、ということで、そろそろ終わりたいと思います。早いですね、時間が過ぎるのは。あっという間でね、ね、終わりの時間となってきましたね。うん、今の好きだよね。今ね、本気がね、咳をねしようとしてね、我慢したのかねっていうね、咳になってたよ。行ってきます。今日も皆さん一日頑張りましょう。夜勤明けの方お疲れ様です。これからお世話の方、この方頑張ってください。それでは行ってきます。では、壇上の話をさせていただきます。
まして、ズメネタさん、テキブリマチありがとう。セカンド、イズラベさん、テキブリマチありがとうございます。セイズ、ツキバガさん、ありがとう。エンド4、イズルートさん、ありがとうございます。エンド50、イズシンジラングレさん、テキありがとう。エンド6、イズヒーさん、テキありがとうございます。セブン、イズヤンチューさん、ニャンペイさんでありがとうございます。And 8 is ミカタンさん、ありがとう。Thank you. And 9 is キンちゃんさん、Thank you very much. 10 is のぞみやまさん、ありがとう。And 11 is S さん、ありがとうございます。And 12 is すがりさん、ありがとう。13 is デイビッドさん、Thank you very much、ありがとうございます。はい、ということで、皆さん、ありがとうございました。本日もね、ありがとう。ちょっとね、ここはね、難しそうです。ただ、進むだけ。ピピピピもとさん、ファイトって言ってありがとうございます。お疲れ様です。嬉しいね、皆さん。今日もありがとう。めでたいさん、かわいい、ありがとう。ピさん、ピピピともとさん、ファイトありがとう。シンジラングレさん、タコさん、ありがとうございます。ビビビトマトさん、だるまさん、たくさんありがとう。Yeah.